エアコマンドのご説明をします。エアコマンドとは、画面点灯時 S ペンを取り出すと起動する便利な機能です。エアコマンドの機能をご説明します。ノート制作表示、素早くメモを取ったり、以前書いたノートを閲覧・編集することができます。スマート選択、画面の必要な箇所だけ切り抜いて備忘録として画面に表示しておいたり、 SNS 等で簡単にシェアできる機能です。範囲を指定し、任意のメニューを選んでご利用ください。キャプチャー手書き、スクリーンショットに直接 S ペンで書き込みができます。地図への書き込みや自分用のメモに活用できます。保存したスマート選択スクリーンショットはギャラリーから確認できます。ライブメッセージ、ジフアニメーションや絵文字を制作できます。メッセージアプリでオリジナルのスタンプとして使用することができます。またギャラクシーノート9 SCV40 からマイ絵文字スタンプが新搭載されました。撮影した自撮り写真を AR 絵文字スタンプへ簡単に変換できます。翻訳、画面上の単語または文章に S ペンを近づけると、選択した語句を自動で翻訳する機能です。T のマークは単語を翻訳する場合、ノートのマークは文章を翻訳する場合で切り替えてご使用ください。ショートカットを追加、アプリや S ペンのショートカットを追加登録することができます。設定アイコンをタップすると S ペンの機能の確認・設定ができます。エアコマンドをぜひご活用ください。